ってしまったんですけども、まあ、先ほど金村選手のですね、まあ、コメントを聞いてもらったら分かる通り、まあ、1000万円を取られています。まあ、両軍団500万ずつ出し合ったということなんですけども、まあ、ウイングの500万というのは先ほどのコメント聞いてもらえば分かると思うんですけども、まあ、今回この両軍団の500万を出すに当たってですね、まあ、ミスター東郷選手が、まあ、自分のコスチュームといろいろ売ってですね、金額的にヘルプしてくれたわけですけども、まあ、中川選手としてそういう東郷さんの気持ちっていうのを信じて受け取ってるわけですけども、うん、そうですね、やっぱり最初に、ね、自分らの控え室に候補さんが来た時にやっぱみんな阪神ファンでお互いの目を見せてると思うんですけどね、はい、やっぱり、その後も自分らと組んだり、はい、汐留の結果でね、はい、まあ、残念だったですけども、はい、やっぱり、ね、日本ラグビーのために戦ってくれて、また今回こういうふうに、ね、資金の方もなんとか組みしてくれたっていうのはやっぱり、うん、それに応えるためには、うん、試合で結果を出さないといけないんですよね。そうですね。だけど電流爆破なんですけども、ウイング側からの要求があったわけですよね。うん、そうですね、やっぱり、うん、まあ、この FMW 大西さんがこの編み出したこの電流爆破での、うん、逆にそのウイングの方がね要求されたっていうことで、何クソっていう気持ちってのがありましたかね、うん、やっぱりそのなんですかね、この中でデスマッチっていうのを電流爆破で体験したのは田中と小坂だけなんですよね、はい、あとの4人っていうのは、ね、他のいろいろなガラスとかもやってますけど、はい、こういうふうに電流は初めてなので、はい、その覚悟も向こうもいると思うんですよ、はい、うん、それで向こうから、うん、決定という形で持ってきたので、はい、受けてたそうじゃないかって、はい、実際どうでした、初めて会った電流爆破というのは、うん、やっぱり最初怖いですよね。試合前は緊張するのは毎回そうですけど、はい、やっぱりこういう経験ないデスマッチは今まで見てたものを、はい、中に入るっていうのは本当に怖かったですよね。まあでも売られた喧嘩は買うしかないなという、うん、そう、うん、まあそこまでやられたらやっぱり、ね、やらないと思います。6人っていうね人数が逆により一層恐怖心を見ている方は覚えていると思うんですけども、何しろスペースがないわけですからね、うん、そうですね、やっぱり、ね、ストリートと違って表は使えないわけですしね、はい、ロープも使えないですね、うん、このカメラで中でやるっていうのは必要なんですよね。これで中川選手当たりましたね。南條選手どうですか、ね、うん、すごいですね、そこの姿を見てても見ればすごくて怖かったですよね、正直。でこれは電流爆破を使ってなおかつそのあと時代の下がりの感じで、一瞬汐留の候補たの悪夢が見ている方としては思い上げましたね。そこも全員それは同じこと考えると思います。この時点で2対3というかなり形成的不利になったわけですけど、もうこの時は意識っていうのは、うん、そうですね、一発目の電流に当たった時にもうほとんどっていうかね、記憶はないんです、はい、実際あれですよね、試合自体見るのは今日は初めてだと思うんですけど、まあ、このあとどういう行動が行われたかっていうのは基本的に分からないわけですよね、うん、まあ、こういった早見さんが声をかけてるんですけども全く聞こえないような、うん、想像以上のこう、はい、出てくる、はい、何の選手から見てるの、このステップの面倒だったの、あの威力だけで本当にもう大田さんがいる頃からセコンドに見てても本当に怖かったですし、お客さんにも伝わってると思うんで、はい、うん、入ってみなければわからないと思いますけど、はい、やっぱり怖いですよね、はい、かなりね中で F の F が繰り広げられてるんですけど、ただしそのリングの中でも彼がやろうとしていることは、狂気ないし、それに頼るだけではなくてですね、レスリングをしっかりと押した上だってことを強調しているわけですけれども、その辺はやっぱ中川選手ももちろん同じ意見。そうですね、うん、まあね、やっぱりデスマッチっていうとやっぱりなんか、ね、色眼鏡で見られる部分があるんですけどね、はい、やっぱり基本的にやってることは
一緒なんだよ、はい、うん、ただそれにいろんなバリエーションが加わってるだけだよ、はい、うん、この時点でまあ中川選手が被爆してもう3分4分経ってるんですけども、まあ、1分ちょっと起き上がる気配がないわけですけど、実際にこの自分のいない間にこうやって中を見てるね、この2人には、まあ、手をかけてますよね、こう見てると。逆に中川選手から見たこのウイング3人っていうのはどうなんでしょうね。もちろんそのウイング自体がこの FMW から生まれて分裂してできたものじゃないですか、うん、それがある意味で今この FMW の中のリングを支配してるっていう部分もあると思うんですけど、前にやっぱりやってたウイングとこのね、FMW のリングだっていうウイングとなんか違うような気はするんですよね、はい、うん、ちょうど中川選手が入ったのはウイングスが FM、まあ、ポーゴ選手をはじめビクター・キョウ選手が FMW を抜けた後に入ったわけです ね入れ違いのような形で入ったんで、はい、実際には、まあ、トランドはいないんですね、はい、その入った状況の中で、まあ、感覚的に感じたもので、やはりこの FMW にミックスでできたウイングっていうような感情的なものがあったんですかね。うん、どうなんですかね、まあ、そこまでね自分らとしてはないと思うんですよね。やっぱりこの田中にしろ黒田にしろ、はい、一緒にやってて抜けたわけじゃないんで、はい、結局自分らが、ね、入ってきた後に、はい、逆にこの向こうが入ってきたっていうような感じの感覚だと思うので、先ほど言ったような違った感じのウイング、新しいウイングということですね、はい、そうですね、まあ、彼らたちもその自負はあると思うんですけどね、うん、やっぱり、ね、向こうで、ね、いろんなことをやってきたっていうのはあると思うので、はい、もうちょうど1年前に、まあ、ヤング・オブ・インディペンデント・リーグの6人になってバーフルを歩いたわけですけど、それがもう今このイベントをやってるっていう、結局この6人自体がやっぱり FMW のね重さだけではないっていう、やっぱ逆に実績を積み重ねてきたと思うんですよね、南部選手。どうしても FMW という重さっていうのはね、消えなかったわけですけども、でも実際にこうやってメインを張ってるのはこの6人なわけですからね。そうですね、本当FMW のイメージをいい意味でいろんな形で変えてくれたのがやっぱこの6人だと思いますし、はい、FMW の速さだけじゃないっていうところを見せてくれたっていうのもありますし、はい、もうこうやって中川選手やっとこうやって動き出しましたね。そうですね、自分の中では気がついた時にまだね、どんなに立ってるこういうなってる状況もよく分かんなかったですからね、はいはい、薄れゆく意識の中でというような感じですかね。そうですね、体がまず言うこと聞かないんですよね、はい、この辺のウィングの連携っていうのは連携に関してはやっぱ完成されてますよね、はい、田中のタフさっていうのはタッグを組んでて、まあ、異常でしょう、田中のタフは、タフさっていうのは、はい、いい感じですもんね、本当に、まあ、もっと生まれたものっていうか、もちろん練習して、練習して、これだけ大きくなってますからね、はい、やっぱりね、あれだけ温泉行った時から、ね、どん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 、一つの中で、どん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 当たってましたから、はい、うん、それでもやっぱりこうね、ずっとやってきてるっていうのは、はい、状況なんですね。これ落ちた時に薄れかけた意識がまた再び遠のいていくので、これでまた僕は被爆しましたからね、はい、これも田中一人になりました。これが FMW スピリットっていうのは
ね、最後のやっぱり試合は負けるんじゃないかな、かなりの数のね、技を受けてるわけですよね、ずっとでるわけですよね、はい、ウィングとしてまたモビッチに戦いにかけてですね、やっぱ金村選手自身から締めればやっぱ田中からホールを取った上で、うん、そうですよね、やっぱり、ね、決勝でやっぱり去年の、ね、はい、リーグの時に田中に2勝持ってかれてますからね、メガヒでも奪いたいですよね、はい、もちろん保坂選手からしてみても一本自分が取ってやろうかなっていうのは、ルーの3人は特にそういう意識があると思うんですよね、はいはい、うん、まあ、彼たちは仲間っていう時もそれぞれライバル意識があって、うん、やってる、はい、うん、ちょっと FM ダウンとは違った意味でも、ここでリングに戻ってきましたね、そこの全員、はい、女子も含めて全員そうだと思うんですけど、はい、絶対に2になろうが、はい、3対1になろうが、絶対に女の子が勝つっていうのは、はい、特に女子も含めて全員、はい、それは真実だと思う、はい、なるほど、もうタイガーあたりはこれ執念の一発でしたね、この辺の意識で、うん、体がやっぱ勝手に動いてるような状態があるね、なんか今ビデオで見てこんなことやってたのかっていうような状況ですかね、うん、ただその分今ちょっと田中がね今までやられてるんですけど、あっ、うん、なんとかして勝とうっていうのはこの辺に見えますね、おお、これです、この刺激ですね、うん、これはでももうやらしくなかったと、行きましたね、これもう喋るよりこれ見てもらいたいっていうの、最後はもうこれしかないですね、勝ったっていう意識はないですね、これでアイドルレイン取られたら1000万円抜けてのステップができたなっていう、そうですね、やっぱり
切磋琢磨し合って大きくなっていくことになってますね。本当にそのスーパーイーブンというのは成り立っているのかと思うんですよね。あくまでもまだスタートですから。金目から。よく。これが燃料爆破の量。恐怖、まあ、これはもう田中自身もウィングに対してはなく自分たち自身にもまた一つ恐怖を力にして、ね、やっぱりね、その中に乗れたらいろんなことをやってきたらいいかなと思って次の挑戦がアップだけですけどね。電流爆破の恐怖を身をもって体験した金村、その代償は計り知れないものとなってしまった。この試合で背中に大やけどを負った金村は続くフラッシュオーバー96に全試合欠場を余儀なくされた。